腕を前から上に上げて背伸びの運動。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。腕を横に振って足を曲げ伸ばします。1、2、3、4、5、6。パワフルな音に合わせて弾みをつけながら徐々に細かく、次は手足をついて全身を大きく回しましょう。時計回り、反対回り、徐々に細かく、止まる、体をひねって2回転、大きく一礼、周りのみんなと大きく入り乱れましょう。1、2、3、決めポーズ。次は両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、そのまま倒立の体勢になります。1、2、開いて回す、止めて落として開いて閉じる、そのまま上げて落として片手、頭を中心に1回転止まる。しっかりと長く止まることを意識しましょう。音楽を聴いてしっかり止まります。次は体を大きく回す運動。背中で回ってきちんと音を拾いましょう。向きを変えて背中でキャッチ、頭を軸に2回転、音をよく聞いてきちんと止まります。カメラを見つけたらアピールしてみましょう。体を折り曲げた状態で止まります。ビートに合わせて体をパワフルに回す運動。大人も子供もみんなでやってみましょう。大きく足を開いて遠心力で体を飛ばしていきます。もう一度遠心力を使って体を大きく、重心を変えていろいろな回り方で体を回します。音に合わせて楽しく動いてみましょう。音楽をよく聞いて回転、落として跳ねて回して止まります。パワフルな音楽と一体となりましょう。1、2、3、4、足抜きから飛び込み、上げて固めて落とします。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8。それでは皆さん、音楽と最高に上がる夏を過ごしましょう。
逆に俺かき消されてる。そうそう、自分の映像になっちゃった。そうですね、まずこうラジオ体操という、まあ、みんなが馴染みのあるものと、まあ、僕は馴染みがありますけど、初めて見られる方はおそらく新鮮なこのブレイキンの、まあ、掛け合わせ、まあ、新しい化学反応的なものを、お見せできたのかなと思うので、まあ、そこに関してはなんか新鮮味がありながらもどこか馴染みのあるそんなまあ、ダンスを今日はみんなと一緒にできたかなと思うので、すごく僕自身もやっていて楽しかったです。今年の夏は、まあ、プールなのか海なのか、 JBL の防水機能が役立つような、さらに夏が楽しめるようなそんな空間で自分の好きな音楽を聴きながらリラックスした時間を過ごせたらいいかなと思います。はい、見てくださってありがとうございます。僕たちのラジオ体操、ダンス体操はどうでしたでしょうか。皆さんもぜひ、まあ、簡単なパートもあったり少し難しいパートもあったと思うんですけど、ちょっとチャレンジしてみて、まあ、それをシェアしてもらうなり、僕はまた見れるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。